花子、ウィーン、1908スポーツ&サロン、ビエンナ、1908年4月4日花子昭和20年4月2日は、明治から昭和初期にかけてヨーロッパで活躍した日本人女優、ダンサー。本名、太田久。1900年代初頭、単身でヨーロッパに渡り、舞台女優として活躍し、日本文化の紹介者としての役割を担った。また、彫刻家、オーギュスト・ロダンに認められ、モデルとなっている。森鴎外の短編小説、花子のモデルである。尾張国中島郡上祖父江村出身。2歳の時に親元を離れて、名古屋に移り住み、4歳の時に養子に出され、堺久となる。家の没落の影響もあり、旅芸人一座に入れられる。その後、1880年に舞妓になり、1884年に芸者となる。1888年に身請けされ結婚するが、1898年に離婚する。同年再婚するが1901年に離婚する。1902年、旅芝居の一座として、デンマークコペンハーゲンへ渡る。武士道、腹切りといった、侍物の舞台を演じたという。当時の東洋ブームに乗り、ヨーロッパ各地で巡業する。1905年、イギリス・ロンドンで、ロイ・フラーに見出され、花子一座を旗揚げし、看板女優となる。この時芸名を、花子とする。その後数回帰国をしたが、1921年まで、ヨーロッパ、アメリカなど18カ国で巡業を続ける。この最中の1906年に再婚するが、1910年に、夫と死別し、本名を、太田久に戻す。講演された作品は、左甚五郎の軽人形、芸者の仇討ち、腹切りなどである。劇中の切腹の場面での、怨念と悲哀の激しい情念のこもった演技が各地で評価されていたという。1912年頃には、モスクワの演劇学校で演技指導をし、モスクワ芸術座のコンスタンチン・スタニスラフスキーらと親交があったという。1906年にオーギュスト・ロダンに出会い、彫刻のモデルを頼まれる。以後帰国するまでモデルを務めた。また、ロダン夫妻と寝食を共にするほどの親交があったという。ロダンが花子をモデルにした作品は約60点。そのうち2点を花子は持ち帰っている。帰国後は岐阜市の妹のもとに身を寄せた。1945年に死去する。墓は岐阜市鶯谷町の浄土寺にある。ありがとうございます。